お金欲しい。お金欲しい。今日ね、思考をちょっと停止して船券勝負をね、やりたいと思ってるんですよ。なのでね、そんな時はね、やっぱ競艇日和さんを頼むしかないんですよ。しかもね、競艇日和さんね、すごい簡単に穴レースを見つけるっていう部分があったのを、ここがーっと行くと、これです、これです。穴レース検索っていうのがあるんですよ。まあ、簡単に説明すると、逃げ率が 50% 以下の選手、そして2から6工程の選手は 20% 以上の選手を、まあ、それぞれ選ぶと、今日あるレースの中からピックアップ勝手にしてくれるという、もう思考停止中なけにはもってこいですね、これ。僕結構いろんなことを調べながらやってるのに、もうここでもう結果が出てしまったら、もうこれからこれで、稼がせてもらおうかなと。マネーマシンが出来上がりました。どうしよっかなー。まあでも、まあ1が負ければ、まあ結局アナレースになるかなっていうところもあるので、まあ1号艇の選手が 40% 以下。で、2から6号艇の選手はまあ 20% 以上かな。ピックアップしていきたいと思います。はい。お、出た出た。なるほど。今のところ、あ、結構あるな。逃げ率14%。今日なんて結構逃げ率が少ないレースが多いと。いいんじゃね？これもうね、思考停止しなきゃだから、もう買っちゃおう、これ。一番一着を取る人をピックアップしてくれてるから、それを頭。だから刺したら1が軸。まくったら1は来ない。これ、いいんじゃね？簡単じゃね？ OK！ 買おう。OK！ 購入した。6レースできるってことね。29,400円。これを思考停止して29,400円をかけるっていうのは、今までないからな。よし、買うぞ。はーい、買いました。さあ、その間にいろいろできるんでね。ああ、楽だわ。楽だわ。もうこれから数字考えないでおこっかな。楽だわ。よし、ああ、だいぶ待った。さあ、1本目ちょっとやりたいと思います。まあ、ここね、もう数字的に2です。で、差し傾向。なので、2、1。1の2、3着全通りですね。今日はですね、6レース買いました。で、これヨーヨー数字調べなくてもいいっていうのが、まあ出てしまうと、今まで俺何やってたんだよって。思考停止最高説。ちなみに言うと、清水選手が一応上位モーターらしいんだけど、まあ、清水選手ね、好きだからね、結構買うけど、まあでも、結構負けるからな。3コースまでの前付け選手。2がドゥクヘクミ？ 2 がドゥクヘクミ？絞れ。逆に絞れ。逆に絞れ。そう。残せ！ ダメだ。終わった。一瞬で終わった。終わった。嘘でしょ。まあ、でも、もう買っちゃってるからな。悔い改めることができないというのがね、この謎の船券勝負なんですけどね。いや、もう次次。はい、次。さあ、これいくらだ？ 満線じゃないですか。俺ちょっと結構期待できるかもな。おでかいの当たる可能性があるな。もうどんどんやりましょう。こういうのはね、思考停止なんでね。どんどんやりましょう。これ俺の好きな江戸川1列じゃないですか。ここの目はね、4頭です。まあ、繰り刺しかな、どっちかというと。なので1軸。めちゃくちゃつく。これオッズ4頭めちゃめちゃ売れてねえな。さすが江戸川カオス。かなりなカオスオッズになってますよ。数字通りに来てくれ。いや、これは結構異常打ちだと思うけどな。1買わなくてもいいけどね。一撃でしょ。4頭の差し。まくり差し傾向っていう感じなんで。いや、これはいいレースかも。遅れてんじゃね？ 3 いったな。あー、でもこれ1軸にしてるから。4叩いた。残らないかな、宮本選手。4が飛んでるじゃん。4がいなくなったわ。おー。なに？今、2段まくりいったのにな。これ結構異常図だな。5、あ、でも513か。6が来てるか。4はでも1着率高いんですけどね。うわー。
ここも荒れた、まさかの。このなんか微妙な感じがこのオッズにつながんのかな、逆に考えたら。いや、いいオッズだぞ。まあ今回モーターソーバー見てないからな。まあこんなになるんだろうな。5,400円。まあでもこうやって買う人の方が多いから、次へなると、もうここはね、5-1-1-2-3着付けですね。まあ武井選手が一番、まあそうだな、 A1 だし、まあ差し傾向なので1が残ると。まあここはセオリーかな。というよりも西島選手出てるな、ちょっと買いたいわ。いやーこれ600円でしょ。6が入ってこなかったら全然美味しくないしな。今日これ6回やって、なんかいろいろ見えてくるものがあるかもしれない。これは大事だとか、頼むよ。まあ A1 だとて5コースなんでね、なんか岡本選手がこれまくり気質っぽいんでね、多分そこの攻めがあったらいけるけど、直接スタート揃ったら直接まくり差しは多分無理だろうというふうに保険をかける。時間まだ、あ、いやでも外も行ってるね。あ、これは4が行ってくれた。4が行ってくれ、いや行ってくれないんだ、なぜそこ行かない、突き抜けない、いや行ったわ、よし、これは届きそう。しかもこれ、あ、市川選手頑張って、これ6が来たら結構高配当なんですよ。ざわざわは、あ、あるかもしんない、頑張れ市川選手、頑張れ。これ6の市川選手が来たら、あの満州ではないんですけど、いや16、それ56だったらめっちゃ満州ですけどね、あの人気なかったです、単純に。刺した、させさせ、頑張れ。あ、2だと下がる、2だともう思いっきり下がる。いや市川選手を舐めちゃダメですよ、ベテラン選手はそんなね、足とか関係ないですから。内側2人で突っ込みながら回しての膨れたのを6が刺しての2着はある。はい、これいったんじゃない、これ6、2着だったら満州だからね、確か。お、これは4と5がまくってくれたことによっての6の差し場がある。ナルトあるある、ナルちゃんあるあるが出たかもしれない。やばい、これ頼む、全然違う、これ6、1と16だとも問題が違うから。打ち切ってくれてるから、あーこれってなると回しての差し、あー無理か、あーまあだったら6にしてお願い、あー2になりそうです、お願いします、許してください。うん、 OK。 いやこれはオッズ良くなったよ、絶対516は一番売れてませんでしたからね、紐の6は。おお、よっしゃ、あ、え、マジでもう負債全部なくなったんですけど。はらー、そういうことですか、ありがとうございます。ちょっと見よう。やばい、思考停止楽しいな。やべえ、高貴な遊びになりそうですね。カチカク、4戦目は常滑3レースをやるつもりだったんですが、前付けをしました。ここ足立選手の2コースの頭を買って、まくりが多いということなので、2頭3456で買っております。絶望的です。本番の進入に関して数字を出すわけではないので、7レース検索はまあちょっと怖い部分もあるかもしれないけど、逆にポジティブに考えましょう。2の頭で4号なんか来た日には爆益です。500円が大量の諭吉に変化する模様です。ということで、この後レースの方を見ていきましょう。ただね、ここはやっぱ松下選手がスタート切ると思うかな。だからへさきかけれれば、やっぱ前付け手の右隣なんで、スーちゃんぐらいあると思うんだけどな。スタートゲーだけど、遅い。あ、でも意外にいいか。あ、これ、江口選手が差し回り、時間はしないでくれれば勝てるかもしれない。あー流れるか、流れた、まくれはしないのか。まあでもそうだろうな、絞りバケツじゃない限りはちょっと厳しいっすよね、さすがに。あー
なるほどな。アダシエンススタート切れるんですよね、なんか最近は。うわー、ド本線中のド本線かもな。フィニーです、これはもう。早送り。はい、ド本線の3人です。たらまあ、しゃあないよ、これは。っていうのは、まあ、当たってるから言えるけどな、こんなの。さあ、次はね、ホームコート行こう。さあさあ、はい、次、ポチッとな。そう、締め切った。次ね、ホームプールの2です。さっきホームコートとか言ってましたけどね、僕。これはでも、河合選手はどっちかっていうと、まくりじゃなく、差し、まくり差し。手のを考えると、これはなかなかのチャンスかなと。差し傾向なんで、一軸に。ちょっとしてみました。まあ、オッズはそんなに美味しくないんだけど、まあ、1位が売れてるから、いいんじゃね。ちょっと買ってる値段と合計数がちょっと違ったんで買いました。600円と4800円ですね、合計。なんかちょっとこの思考停止船券、この検索、アナレース検索はなかなか面白いかもしれない。3が攻めてくれてもいいよ、逆に。内から1番、2番、ダッシュが3番、4番、5番、6番です。逆にいいよ。あ、直間そういうパターン。何もない展開。ただ4が先前した。あ、貼られた。いやー、めんどくさいことされた。わー、めんどくさいことされた。3が微妙に、津久井選手が握りに行ったな。抜かさねえかな。ナイスオン。あ、でも、あるかもよ。あるかもよ。あ、ないな。強いんや。15、4。逃げたな。イン逃げがちょっと2本続かれると、いよいよだな。じゃあラスト。さあ、これラストね。常滑4レース。陰線はね、西田選手ですよ。まあ、陰線着率低いですからね。あ、そっか。これ検索の時に2手出てきたんですよね。宮下選手と太田選手。で、今回、2の方を買ってるんだけど、これ3も買うわ。太田選手はね、逆にまくりなので、まくりの1外しの前で買いましょう。はい、こんな感じで、ちょっと買いました。だから、ここは投資額がちょっと大きくなるけど、ほい、こんな感じでちょっと訂正しました。自分から負け確認追い込むという、この最終戦。まあ、そこはノリでちょっと乗り越えよう。うん、行こう行こう。いや、これ NISA頭は確定だと思うけど、NISA頭確定の後が1の逃げが時点かな。で、これ4がね、やっぱ陣太郎選手入るでしょう。一押しですね、陣太郎選手は。あっ、あっ、F だ。あ、やり直しだ。時計回ってるやつだから。うわー、なんだこれさ。もうな、どうなるのこれ。さ、ちょっと待て。だったらもうイン逃げじゃんこれ。レアすぎるでしょ。でも星選手が入ったら終わり。3が頭でも割愛です。即割愛、即です。即即能です。時間間とか言ってくれたら面白いけど、それもレア。それも逆に陣太郎選手はね、もうめちゃくちゃいい選手なんで。うわー、陣太郎選手いってる。握っちゃえ太田選手、もう握っちゃえ。そういうこと。あー、5が刺さってくる。二人とも握った。3人差しはないかな。もっとやり合っちゃってください。お願いします。外前。恐ろしいぜ。意外に人気のないゴート3が来たから、まあいいのかな。まくりで勝っててくれよ。いや、つかねえのかい。結局。さあ、ちょっとね、今日の売り上げを見よう。いくら残っているか見てみましょう。せーの、ドン。あ、3万4000円。もう3900円勝ちか。
いやでもあの1個当てたのでかいな、そう考えると、うん、事前に仕込むというのはね結構恐ろしい。ちょっと楽してこれは稼げないなっていう風な、ちょっと次回はね違う思考停止な件をねやりたいと思います。はい、危なかった。